はい、読んじゃあ45歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージということで始めていこうかなと思います。ああ、みんな元気そっか、山ちゃんや久しぶりやないうことで、今日はまあ運送会社の問題点、長時間労働、まあこれについてちょっとね喋っていこうかなと思います。まあこの長時間労働が今問題になっとって、まあ2024年問題っていうのがちょっと関わってきて、ちょっといろいろと話題になっとるわけですけども、この長時間労働が問題なのかどうかっていうのをちょっと喋っていこうかなと思います。まあそもそも運送会社において長時間労働、これは果たして問題なのか、まあそれについてですけども、労働衛生っていう観点からすると確かに問題ではあります。しかし、まあ、実際のところ運送会社っていうのはトラックが走らないと儲からない、すなわち運転手も走らなければ金にならんいうことなんですよね。まあ、ここで問題になってくるのが、まあ、やっぱり運賃が安いっていうことはどうなるかというと、長時間労働しても正当な対価が得られないっていうことですよね。なんでそんな長時間労働になるんか言うたら、まあやっぱり運転手って言うたらもうなんかもう合理性のない作業をいろいろさせられとる。それの一つがまあ手積み、手下ろし、もしくは配送先でなんか陳列をさせられたり、まあ私もしましたけども、商品を持ってって古い商品を手前に出して持ってきた商品を奥に詰める。先入れ後出しかなんかもう後出し先入れかなんかもうそれはちょっとよう覚えてないんやけど、まあまあそんなんもさせられとったこともある。こんなんは運転手の仕事ではないということよね。実際のところでその現場の人間がせなあかん仕事を、まあ、運転手がサービスでやらされてる、まあ、それ込みの運賃で、それが運賃に反映されてるんであればまだ問題はないんですけども、まあ大概の場合はもうそれはもう無償でやらされとるっていうのが問題。こういうことをすることによって労働時間が1時間、2時間、3時間と増えるわけよね。特に手積み手下ろしなんてやってたらもう積み込みだけで3時間、下ろすのも3時間。まあこんなんかかって、それだけで6時間、もう半日が終わってしまうと。そういうことをやってるから、まあ労働時間が増えて、まあ賃金が上がらない。まあもともとね、トラックの運転手っていうのはね、まあ学歴もなくても、まあ特殊な技能もなくても、まあ運転免許さえあれば、そこそこ稼げるという仕事やったんですよ、昔は。今はもう免許があるだけで、まあ、トラックは乗れます。しかしそんなに稼げない。4トンで30万なんてなかなかいかない、まあ、こういう現状を考えるとね、まあ、この無駄をなくさないと労働時間の短縮と賃金アップっていうのはありえない、まあ、賃金アップというかその労働時間に見合った賃金っていうのをしようと思うと、こういうね無駄な作業を減らしていって労働時間を短縮しないといけないということなんですよね。それとこういう無駄な作業を減らす、例えば3時間で積み込めるものをパレットやったら10分で積み込める、そうなると3時間余計に走れるわけよね。そうなると長距離輸送も可能になると。積み込みだけで3時間とか取られているとその3時間分が走れない、そうなるともう長距離運行が不可能になる。だからこの辺をねちょっとやっぱりね運送業界として改善していただきたいなというのが私の考えです。そうしないともうこの2024年は乗り越えられません。以上。